エテスズアリーナはニュージャージー州アトランティックシティのハードロックホテルカジノアトランティックシティ内にある多目的スペースである7000人収容主にコンサートとボクシングの工業で使用される1990年4月28日トランプタージマハル開業から26日後にザーリーナ・アットトランプタージマハルとしてオープンし当時ボクシングをはじめとする格闘技や著名人の コンサートやパフォーマンスが行われ、当時の収容人数は6000人だった。名前の由来になったアトランティックシティにドナルド・トランプが社長を務めるトランプ・オーガナイゼーション発の系列ホテルとなるトランププラザの COO だったマーク・グロッシグナー、エテスズから取った。エテスズは1989年10月にヘリコプター事故により開業を翌年に控えてみることなくこの世を去っており、 ドナルド・トランプが功績を称えてアリーナの名前として残した。トランプタージマハル時代はホテルがインドのタージマハルをテーマにしており、アリーナをイングランドのクラブミュージックシーンを基本にして会場を設営する際に様々なシチュエーション設定している。エテスズ・アリーナは1990年5月18日、エルトン・ジョンのコケラ落とし公園でオープニングを飾るなど、 数々の著名人がコンサートを行われていた。過去にもマドンナが1990年のブロンド・アンビションツアーにアメリカでのオープニングツアー、2006年のコンフェッションズツアーの公演候補地となっていたが、ブロンド・アンビションツアーはスケジュールの都合で、コンフェッションズツアーは近くのボードウォークホール公演になり開催することはできなかった。2016年10月10日、 オーナー会社の倒産と従業員のストライキの影響により、トランプタージマハルとエテスズアリーナは閉館となったが、2017年3月に、ライブネーションとハードロックカフェが共同で運営する形で7000席に拡張して、2018年6月28日、エテスズアリーナアットハードロックライブに改めてリニューアルオープンすることになった。なお、リニューアル最初のコケラ落とし公演は、 翌29日にキャリー・アンダーウッドが行われた。ありがとうございます。